オートデスクインベンターチュートリアル第9回ジェネレーティブデザインパート1まずはじめにジェネレーティブデザインとはどのようなものかを説明していきますジェネレーティブデザインは設計案を探求するためのテクノロジーです製造上の制約コストの評価製品品質のパフォーマンス要件などに基づいて複数の設計案を CAD で編集可能なデータとして生成します。この機能は、Fusion360 で使用することができます。Fusion360 は、プロダクトデザインマニファクチャリングコレクションに含まれているソフトウェアです。複数の設計条件を設定して、一気に候補形状を生成。製品の使用に基づく様々な条件、例えば、高速位置や荷重の条件など、これらを満たす最適解を、 材料と製造方法の各組み合わせごとに並列計算をして、それぞれに最適な形状を提案してくれるというものになります。サポートしている製造方法はこれらになります。積層造形、つまり 3D プリンティングのための製造方法です。それからフライス加工、これは2.5軸、3軸、5軸に対応しています。さらに2軸の切削にも対応します。 また、ダイカスト加工もできるのですが、こちらはテクノロジープレビューという状態でリリースされておりまして、正式の機能ではありません。従いまして、結果の品質は保証しておりませんことをご了承ください。Fusion 360は、インベンターとは別のインストーラーが用意されています。インストーラーは、オートデスクのホームページからダウンロードしてご利用ください。 オートデスクのホームページからご覧のようにたどっていっていただくと、こちらの無償体験版を今すぐ試すという表示が出てまいりますので、こちらからダウンロードをしていただくことができます。またこちらのページにダイレクトにアクセスできるように、QR コードとこちらの短縮化した URL も用意しましたので、合わせてご利用ください。では、 チュートリアルを開始する前に、これからどのような作業を行っていくのかについて説明をしていきます。今回は、ジェネレーティブデザインを用いて、このホルダー部品を最適化していきます。強度はそのまま保って、より軽量化をしたいという設定で行っていきます。まず、インベンターで設計したホルダーのモデルを利用して、それをもとに Fusion 360の方でジェネレーティブデザインを行っていきます。なお、チュートリアルを開始する前に注意点があります。インベンターから Fusion 360へ転送する際の注意点になります。このチュートリアルを行う場合は、インベンターと Fusion 360は同一のオートデスクアカウントでサインインをしてください。インベンターからデータを転送するときには、 転送先となる Fusion 360のチームとその中のプロジェクトを指定します。転送先のプロジェクトにアクセス権があることが前提となります。これが理由となります。Fusion 360をアクティベート後に初めて起動する際にチームというものの名前を作成するように促されます。 文字に制限はありませんけれども、半角英数字がおすすめです。チームを作成すると、以下の2つのプロジェクトがデフォルトの設定として既に追加されています。このチュートリアルでは、どちらを使用していただいても構いません。転送する際には、この右側のような画面で、チーム、そしてプロジェクトを指定します。 ジェネレーティブデザインの方では、いくつかの設定を行っていきます。まず、保持ジオメトリーというものと、障害物ジオメトリーというものを設定します。ジェネレーティブデザインでは、目的を最大限に果たすことができる形状を自動で生成するにあたって、保持する場所、それから障害となる場所、これらを定義します。保持する場所、これは保持ジオメトリー。 と呼ばれるもので、計算後も保持されるべき形状を示します。例えば、他の部品との止め付け部、穴の大きさであるとか、そういったものになります。それから、その周辺の保持すべき領域ということになります。障害物ジオメトリ。これは、生成される結果にとって障害となるエリアを指定します。例えば、他の部品が存在するエリア。それから、組み立てのために開けておくべきエリア。 例えば工具の通り道なども含みます。こういったものを指定していきます。次に目標値です。ジェネレティブデザインの目的は、製品の仕様は維持して、より軽量化、もしくはより剛性の確保ができる形状を AI によって生成することになります。複数の設計案を AI の助けを借りて一気に作ってくれる機能になります。 そこで質量を最小化したいのか合成を最大化したいのかどちらかを選択します。さらに荷重と高速の設定を行います。ジェネレーティブデザインで形状を自動生成するにあたっては内部的に構造解析を行っています。従いまして形状に対して固定する場所と力やモーメントなどがかかる場所さらにその大きさを指定します。この設定は、 必要に応じて複数行うことが可能です。製造条件を設定します。これも複数設定することができます。可能性のある加工方法は全て選択しておきます。アディティブ、3D プリンティングですね。そしてフライス加工、二軸切削、ダイカスト加工、それぞれ使うと思われるものを設定します。さらに以下のオプションも選択可能ということで、まずコストの見積もり、 これはコストの見積もりを算出するテクノロジーが内蔵されておりますので、これを使いたいときにチェックをオンにしておきます。それから制限なし。これは制限を設けなかった場合の形状も生成してくれるというものになります。各加工方法を無視して、とにかく条件を満たすことができる形状を算出してくれます。 材料については、これも複数設定できますので、使用する可能性のある材料は複数設定しておきます。アディティブ用、それからフライス加工用と加工方法ごとにそれぞれ設定をすることが可能です。条件の設定が終わりましたら計算を実行するのですが、その際には、このクラウドクレジットというものを消費することになります。 消費されるクレジットの数は33になりますこのクラウドクレジットは Fusion360 の体験版を使用中は400クレジット付与されますまた商用版をご購入後は100クレジットが付与されますこのクレジットを消費して残数が足りなくなった場合はクラウドクレジットのみを別途購入することが可能ですただしこれは商用版をご利用の方 のみのサービスとなっておりまして、体験版をご使用中の方はご購入いただけません。この点はご了承ください。それから、このそれぞれの付与されるクレジット数、また購入する際の金額、これらにつきましては、2021年12月現在のものになっております。また、右の図は、現在のクレジットの所有数、 そして33クレジットを消費した後の残数が表示されるものになっております。ではまず、インベンターでデータの設定を行います。リボンからプロジェクトを選択します。このチュートリアルのためにダウンロードしたデータを保存してあるフォルダーへ移動します。Generative Design.ipt というファイルを選んで開きます。 完了しますではファイル開くでこれから使うデータを確認します。キャスターという名前のアセンブリファイルを開きます。このアセンブリにはキャスターのホイールそしてそのホルダーが組み付けられています。このホルダー部品をもうちょっと軽量化したいということでジェネレーティブデザインを行っていきたいと思います。 そこで Fusion 360の方でジェネレーティブデザインを行うんですがその作業をやりやすいようにするためにこのホルダー部品を編集しますブラウザーからホルダーを右クリックして開きます現在はこのような設定になっていますこのデータを元にして先ほど説明したジェネレーティブデザインのための 保持ジオメトリと障害物ジオメトリを追加していきます。ただし、この部品はこの部品で取っておきたいので、ここでは、派生パーツという機能を使用して、このホルダー部品を編集していきます。派生パーツを利用するには、新しいパーツファイルを一つ用意します。新規ファイル作成。そして、スタンダード IPT を 選択して作成ですリボンの管理タブに移動してこちらにあります派生これを使いますそしてホルダー部品を選びますそして開きますそのまま OK しますそうすると新しいパーツファイルの中にホルダー部品を 参照して読み込んだ状態になります。これに対して形状を追加していきます。ただし、このチュートリアルでは、この形状追加の作業は省略していきたいと思います。すでに、保持ジオメトリ用、障害物ジオメトリ用の形状が追加されたパーツファイルを用意してありますので、そちらを利用していきます。では、ファイルを開きます。 この Delived Generative このファイルを開きます。この部品がどのような状態になっているのかをブラウザーを使って確認していきます。では、パーツの終端を Holder IPT の真下まで移動します。そして Solid Body こちらを展開しておいてください。 ホルダー IPT を読み込んだ状態の時にはまだソリッドボディは1個だけの状態です。1つパーツの終端を下に移動します。作業平面をこのホルダーのボディの上端面の位置に配置しています。そして次に分割というフィーチャーが見えます。これは フィーチャー編集で確認しますけれども、先ほど確認した作業平面を基準にして、このボディ自体を2つに分割しています。その結果、ボディが2つに分かれたということが確認できます。さらに下に行きます。押し出し1番が見えます。これは後ほど保持ジオメトリとして使うエリア。 を示しています。ご覧のように穴とその周辺に形状を作っています。そしてそれをミラーコピーで反対側にも追加しました。さらに押し出しの2番。これはホイールの部分になります。これは障害物ジオメトリの役割をすることになります。そして最後の押し出し3番。これはホルダーの 取り付け部分の周辺、この部分も障害物ジオメトリとして利用していきます。そして、この部品には各ボディ、名前をすでに設定してあります。どれが保持ジオメトリ用で、どれが障害物ジオメトリ用かが見てすぐにわかるようにしてあります。では、この状態の部品を Fusion 360に 渡していきますフュージョン360にデータを転送する操作はリボンの環境タブの中のフュージョン360に送信こちらを使います右側の方にフュージョン360にデザインを送信という画面が出てきます下の方にある続行ボタンで進めます 転送先のチーム、そしてプロジェクトを選択します。ファイル名はそのままで、新しいファイルをアップロードを選択します。アップロードが開始されます。アップロードが正常に完了しましたと表示されましたら完了です。この画面は 閉じるボタンで終了してください。この後は Fusion 360を使って実際に Generative Design の操作を行っていきます。Fusion 360での操作は後半の方に行っていきます。引き続き後半をご覧ください。